盆栽を始めました。というかまあ買ってきただけなんですけど、まだ欅の一種で、盆栽といえば松というイメージあると思いますが、松はまだ早いんかな、難しいんかなとか、ネットとかで見たら欅が比較的簡単だっていうのも書いていて、あと広葉樹で落葉もするということで、こう四季を感じたりもできるし、いいなというので、初めての僕の盆栽は欅を選んでみたんですが、そもそもなぜ盆栽に興味があったかと言いますと、もう以前からねやってみたいなって思ってたんですけど、偶然クレイジージャーニーテレビ番組で、なんか若くて芸術家の盆栽師さんなんですかね、の特集なんかをやっているのを見て、あ、盆栽そういえば昔からちょっと興味あってんな、やってみようかなと思って買ったんですけど、その方はなんか巨大な盆栽を結構やってあったんですけど、僕はやっぱりこのミニチュア感というかがいいんですよね。昔プラモデルのジオラマとかも興味あったりして、なんか小さいけれどもコスモを感じるというか、なんていうか、こう全てが詰まってそうというか、ただでも人間のエゴでこういう大きさにしてしまってるというのもどうなんやろうと思うとこあるんですが、本来はもね、ものすごく大きくなる木やのに、この鉢で根がね大きくならないようにして、この大きさで楽しむのはどうなんかなとも思うんですが、ちょっともうやってみたいという熱が勝ったので買ってみたんですけど、ただ皆さんも思われる方多いと思うんですが、盆栽といえば少しお年いったご年配の方々の趣味、時間に余裕がある人たちがたしなむようなものかなというイメージも僕もあったんですけども、まあ現在僕は時間は結構余裕あったりするのもあるんですけども、もうやりたい時がその時だと、始める時だということで始めることにしました。あともう一個だけね、僕その植物を育てたいっていうのは、映画のレオンの影響もめっちゃあるんですよ。ジャンレの演じるレオンがね、ものすごく植物を友達のように扱っていてね、殺し屋なんですけど、その仕事ごとにアジと住む場所を変える時も、もう殺しの道具と観葉植物だけ持って引っ越すぐらいのイメージで、でまずね間取りとか部屋の様子を見て、日当たりいいところを探して、その大事にしてる植物を、水やってとかで、最後はそれをマチルダがね、もうねそのいろんなところあっち行ったりこっち行ったりしなくていい、根を張って生きていいんだよっていうことで、そんな意味だと思うんですけど、校庭に土に埋めるんですけどね、そのなんか植物をめっちゃ大事にしてるシーンが僕好きで、その影響も多分にありますが、これからちょっと、僕の初めての欅の盆栽がどうなっていくのかなんていうことも、いつも3分で収まりませんが、なんとか3分で収めて話していこうと思いますので、倉庫3分トーキング盆栽の話の時もよろしくお願いします。倉庫でした。さよなら、バイバイ。